はい、皆さんこんにちは、デジーです。今回はですね、商品レビューではないんですけれども、携帯電話、ドコモさんの携帯電話、私がね所有しているのはソニーさんのね Xperia 1 Mark 4なんですけれども、これねドコモさんから購入した端末なんですよ。これに関するねネタなんですが、今回ですね、これちょうどね購入して1年ぐらいがね経過しようとしております。はい、今ね Xperia 1 Mark 5がね発売されましたけれども、私はですね Mark 5はスルーしてね、年末にまたね違う端末を購入しようと思ってるんですけれども、まあ話がねちょっとそれましたけども、今回ねこの端末をですねドコモさんの修理受付サービスで外装交換をねしようと思います。これね映像では分かりにくいんですけれども、結構ね傷が入ってて、で塗装もねすごいムラが出てるんですよ。ちょっとね剥げかかってる部分もあるんですけれども、ということでドコモさんの修理受付サービスっていうのでお得にね外装交換をしようと思うんで、それのね手続き方法などをね紹介していきたいと思います。で今回のねドコモさんの修理受付サービスの手続き方法なんですけれども、これはねあくまでも私のやり方の手続き方法をね説明していきたいと思います。まあいろんなねやり方があると思うんですけれども、私が行った手続き方法を説明します。でまずねドコモさんの修理受付サービスで外装交換をね依頼したんですけれども、これね金額に関することなんですけれども、安くね外装交換したい場合は条件があります。それはですね携帯保証サービスに入っている必要があります。はい、で私の場合は Xperia 1 Mark 4なんですけれども、携帯保証サービスはね月々750円取られております。はい、でまあ、まずね金額から言ってしまいますと、このね携帯保証サービスを加入しているっていうのを条件で修理受付サービスからね外装交換を依頼した場合は上限3300円となります。はい、これね非常に安いんですよ。これまともにね外装交換するともっとね取られると思います。で3300円だったらね、もうせっかくなんで外装交換依頼しようかなということで今回依頼したいんですけども、手続き方法なんですけれども、これあくまでも私のやり方ですよ。まずねマイドコモっていうアプリがねプリインストールされてると思うんで、そこからですね修理受付サービスに入りまして、外装交換の依頼をします。はい、というのもね私ねこれ1年以上使っていて、結構ね傷が入ってたりして、まあ動画ではね分かりにくいんですけれども、塗装のね色ムラとかもね結構ありますし、小さなね細かな傷も結構ありまして、気になってたんですよ。はい、でせっかくなんでね携帯保証サービスも入ってますし、まあ、金額が3300円だったらね外装交換してリフレッシュねして、もう一回もうちょっとね使っていきたいなと思ったんで申し込みしたんですけれども、で申し込みするとですねだいたい2日ほどね経つとこういった箱が届きます。はい、でこれね個人情報などがね含まれるんで、ちょっと裏返しにしてお見せしますけれども、あと写真をねお見せしてどんなものかをね紹介しますけれども、こういったね厚みはあんまりね、ないんですけれども、だいたいねサイズ的にはね A4 サイズぐらいのね箱が届きます。で中をチェックすると、まずですね携帯電話をね包むための緩衝材とこういった冊子2枚がね入ってきますというかね一緒に送られてきます。でこの箱はですね送り返す、このね修理する携帯電話をね送り返す、ドコモさんにね送り返すためにもう一回ねこれ使うんで捨てないでください。で冊子はですねやり方が書いてあるんでね よくね読んで、送り返してください。でまずですねこの修理する、まあ修理っていうかね
外装交換なんですけれども、外装交換する端末をですね初期化して、あと SIM カードとかねマイクロ SD カードを抜いていただいて、一緒にね同梱されていた緩衝材にねこの携帯電話を包んで、でこの箱の中に入れて、で郵便でね送るっていう形になります。だいたいですね1週間から2週間ほどね経過するんで、その間ですね携帯電話がないと困るっていう方はね代替品もね申し込みできます。で私はですね代替品は申し込みしてないんで、このね緩衝材と箱と冊子のみとなります。でこれがね今映っているものがこれ緩衝材ですね。であらかじめね初期化して SIM カードとかもね抜いてある状態なんですけれども、こんな感じで携帯電話をですね今ちょっとね適当にやりますけれども、こんな感じで、はいはい、こんな感じで包んで、でこれがね箱なんですけれども、ここにですねこのようにはいしまってから郵便ポストあるいはね郵便局にね出していただければ届く、ドコモさんにね届くはずです。ということで今回とりあえずですねその外装交換に出すね Xperia 1 Mark 4を緩衝材に入れてこの箱にね入れているんですけれども、これ今ですね個人情報が記入されてるんで隠してますけれども、意外とね手続きは簡単でしたね。で私ですねこれドコモさんの修理受付サービスって初めて依頼するんですよ。で結構ね傷も目立ってて塗装ムラもあったんでねちょっと気になるなということで、まあ、せっかくなんでね、まあ、3300円ということで携帯保証サービスをね加入した状態でこのね修理受付サービスっていうのを依頼したんですけども、まあ、簡単にねおさらいするとマイドコモというアプリからですねその修理受付サービスを依頼して外装交換をお願いします。すると大体私の場合はですねこれ中1日で届いたんですけれども、この箱とですね冊子と緩衝材が送られてくるんで、そのね外装交換するスマートフォン、私の場合はですね Xperia 1 Mark 4なんですけれども、 SIM カードとねマイクロ SD カードを抜いて一応ね初期化して、もちろんねバックアップをね忘れないでください。特にねお財布携帯などのねバックアップはね大事なんで、そのあたりね忘れずに、初期化していただいて、で緩衝材にねその端末を入れてこの箱でねドコモさんに送り返すっていう形になります。あとはですねだいたい1週間から2週間ほどかかるっていうことで、そのね、修理された外装交換されたねエクスペリアをね、届いたらね紹介したいと思います。ではね外装交換された未来のね私へバトンタッチしたいと思います。ということで未来のねデジでございます。はい、無事にね Xperia 1 Mark 4外装交換されてねこのように戻ってまいりました。はい、で細かいことを言うとですね、最初の箱はですねこういった白色にね印刷された箱だったんですけれども、外装交換されて戻ってきた時はねこういった印刷されてないもう茶色いね段ボール箱で戻ってまいりました。で実際にね待たされた時間なんですけれども、だいたいですね中8日ですね、まあ1週間程度待たされましたね。でもともとはですねドコモさんから1週間から2週間かかりますよと言われていたんで、まあこんなもんですね。はい、で実際にね交換された Xperia 1 Mark 4ですがこれでございます。はい、ビニール袋にね入ってこういった保護ディスプレイシールっていうのかなも貼られてね戻ってまいりました。ちゃんとですね外装交換されているんで、もう完全にね見た目は新品同様でございます。まあ外装交換ねして戻ってきたんで当たり前なんですけれどもね、ものすごく綺麗です。サイドもですねもちろん綺麗にねなっております。で保護シールがねこのように貼られていますけれども、まあ、当然なんですけれども、もともとね外装交換出す前に私ね保護フィルムをディスプレイにつけていたんですけれども、それはね剥がされております。まあ当たり前なんですけれどもね。でここにですね今親指で隠していますけれども、
シリアル番号が記載されております、はい、一応ねこれ個人情報って言いますか、ね、シリアルナンバーなんで隠しておりますけれども、このような、ね、状態で戻ってまいります。なのでね、保護フィルムをねまた貼り直さなければいけないんでね、別途購入する必要があります。ということでね、今回はドコモさんのね修理受付サービスで Xperia 1 Mark 4のね外装交換してみたって言った内容のね動画でしたけれども、携帯保証サービスにね入っているともう3300円の税込みでね、このように外装交換がされて新品同様にね戻ってくるんでね、とてもいいサービスだと思います、はい、なのでね Xperia 1 Mark 4 に限らず携帯保証サービスにねドコモさんのサービスにね入っている方だったら、まあ傷がね気になるっていう方もねいらっしゃると思うんで、そんな方はねもう遠慮なくこういったね修理受付サービスをね申し込んだ方がいいと思います。これはねおすすめですね、まあ、月々ね高い、携帯保証サービスをね払ってると思うんでね、もう傷がついてもう気になるなっていう方はね、もうこのように外装交換してね新規一点でね端末が使えるようにねなれるんでね、これはおすすめのサービスです。はい、まあ、こういったですねガジェットなどのねレビューとかおすすめのねサービスなどをね私の動画で紹介しているんで、もしよろしければですねチャンネル登録そして高評価ボタンもねよろしくお願いいたします。それでは。